せーの、オイス、ユー、マッチ、チ、なんだよ、よろしくね。成功しないな、死んでるやろ。難しいな。ちゃんと言ってよ。先にうちってくるからさ、影響をされちゃうんだよね、それぐらい。新年明けましておめでとうございます。はい、今年もなんかよろしくお願いします。新年一発目の動画なんですけども、はい、今日の動画は何します？今年のね、グラフをね、書いたんですよ。書いたんですよ、すごくない？あの、書いた、どういうこと？だこれね、上半期、1月から6月まで、はい、新年のね、新年の僕も先にね、書きました。あー、これ、ね、要はテンションゲージなんですけど、未来予知なの。もう、ね、今日はもう俺書いたから、うん、まあ目標じゃないけど新年のね、あ、未来予知してほしい、ね、予知しよう、未来予知していく。今日ね、まあ、新年明けましてっていう風な感じでやってるんですけど、収録日これ12月28日です。はい、なので12月28日がこれです。まあ、前回の動画で、年末の動画でやったね、ちょっとこう落ちてたよっていう話をして、そうです、来年頑張ろうって話をしたからね。そうです、少なくともボーダーここだから、うん、まだ落ちてはいる、まあ、落ちてはいる。だから新年どんだけ意欲迎えても、うん、今よりは上がってる、心はまだ傷ついてるの、うん、なるほど、うん、っていうところからスタートしたいと思います。あー、1月何があったか、ちょっとだから1月盛り上がってるんですよ。ちょっと上がってるね。何があったいや、結構楽しかったけどね、うん、まあね、でもまあこんな感じだったかな。まあでも、まあこの俺知ってるよ、1月でしょ、うん、あの新年会で飲みすぎたのよ、きっと。飲み会も多かったし、お金がまずない、うん、そうだね、で、ゆうくん逮捕されたからな。いや、もっと落ちなきゃ。ゆうが逮捕されたのはここら辺。待って待って、俺が逮捕されるのにこれぐらいしか落ちない。今よりもいいよ。これが、ここで冤罪やって分かって、あ、冤罪やって分かるんだ。冤罪や、何で捕まんのあれ。ゆうくん、歌舞伎町の真ん中で斧振り回してて。斧振り回したの、うん、お、でも、プラスチックやってな、あ、だから、うん、大丈夫だ、大丈夫だ、ピコピコハンマーとかと一緒だ、みたいなもん。あ、そうだったんだ、うん、俺記憶ないんだけど、ね、俺だってあれ渡したもん。あ、間違った、渡してくれた、渡してくれた、あ、そうなんだ。まさかあれを振り回すと思わないじゃん。まあ、確かにね、まあ、俺もゴジラのところにユウくんが登っていく最後だけは見ててんけど、やめとけよ、やめとけよっていう1月ですね。大丈夫、大丈夫。まあ1月へこんだけど、いいこともあったじゃない。2月で、2月で急に来るね、うん、結構高いよこれ。1個明確なんだよな、うん、これ俺の誕生日やね。でもウッチーの誕生日でここまで行く。みんな行ってたな、松井くん。そんなに行く、松井くん泣いてたよ、感極まって。あ、俺はゆうくんあんなサプライズすると思ってなかったから。あ、そう、びっくりしちゃった、なるほどね。2人がスイッチくれたからさ、うん、あーね、もうやってるわ、うん、続いてるもんね、このなんか上がり調子が。そうだね、そうだね、3月にも一旦またクイッて、クイッて、これあれだよ、あれ調子いいね、これ結婚したんだよ。えっ、ね、あ、俺結婚した、ああ、そうそうそう、すごいね。何、お相手誰ですか。まだ言えないじゃん、こういうところで。あ、そうだね、言えないじゃん、まあ、そうだね、まあ個人的にはだからね、まだこれは、まあまあ、ほら2人もなんか上がってるでしょ、これだから結婚式で、ほら余興したじゃん、俺ら来たね、ウッチー企画で。何やったんだっけ、ね、BLT サンド作ったよね。余興で切って、そう、音楽に合わせてこうやってここから落ちんの。落ちんだよね。俺は幸せだよ。松井くんだってもうこの時点ではむつつ産んでるから、もうできっこんだったの。むつむつこん、むつこんなんだ。むつこんやったら、むつこんやったら一分むつなんだ。大変だ、あのね、生活が大変。漁船乗ってる。ああ、大変だ、この時期か、この時期か、この時期か。いいのよ、戻りカツオとかカツオが取れんのよ。で、ゲストでナダギさんが来てくれたから。おい、あ、なるほど、ちょっとこう、あの、それにしては上がらない、低くない。ナナギさん来たの。ナナギさん来たの。もっと上がらんと、そしたら。僕もちろん下がってんじゃん。一回死んだから、そこで。ちょっと待って、そうね、俺死んだらもっと落ちよう。誕生日ごときでここまで上がるのに、うん、俺の死んでここまでしか下がんない、うん、なんか、お前ら疑うぞ。あと、俺死んで上がるのも気に食わない。でも看護師さんがバイタル正常ですって上がってんだから。あ、そういうことね、生き返す。ああ、生きてます、また生き返す、生き返す、ギリだったぞ。なんかね、理想の上半期いいですね、ほんまに理想。俺大変じゃない。
俺らこの調子でいくと上半期まだ舞台でもここで企画がまとまる、うん、おで落ちる次の舞台の次の舞台の、まあ、準備も大変だからね準備も大変だから、うん、どうせね5月あたりで優が一回死ぬそれねもっと落ちようよ去年にねあの漢字で超えるって言ったでしょ。おいもう生死すら超えてる。超えてるね。確かに。キリストよ。キリスト。復活だよ。だからここら5月あたりにクリスマス来るから。上半期いろんなことがあるみたいですね。ありそうでも、うん、こういうテンションゲージが。そうね。あ俺らのさ J ミーティングのイベントをさまた違う形で打とうっていうのがさ、うん、2月中とか3月頭ぐらいにはやりたいっていう。ああ、やってたよ。だからこれ、今からバレンタインじゃん。あ、そうそうそう。あ、モテ期じゃん。そう。だからそういうのも踏まえると、上がる可能性はまだ十分。あり得る。こっから本当にいいグラフ。俺も書きたいもん。もう、でも答え合わせしたいね。あ、確かに。これはね。これ残しとこう。ね、うん。やろうやろう。面白そう。うん、俺死んでなかったわっていう。うん。まあ、あの、本当にね。でも危なかったことが教えてね。あ、危なかった。危なかったね。その時に俺本当に死んで生き返りましたってなってたら、あの信者の皆様って言って、あーそうね、俺の人も目バッキバッキ、あー信者の皆様よりできましたね。ちょっと答え合わせしましょう。そうですね、6月の動画で。そうですね、お会いしましょう今日はこれで撮りまーす。アテン、はーい